1980年における、参加各国の GDP の世界全体に対する、割合286万2475ドル、18 6990ドル、85万642ドル、70万4515ドル、60万1137ドル、48万3592ドル、27万2982ドル、 その他第6回先進国首脳会議は1980年6月22日から23日までイタリアのベネツィアで開催された先進国首脳会議通称ベネツィアサミット開催10日前に大平正義総理大臣が史上初の衆参同日選挙の選挙戦の最中に倒れ休止したため日本は大北三郎外務大臣が太平の代理として 首脳会議に出席、急遽同行させることになった佐々木義武通商産業大臣を大北の代理として外省会議に出席させた。首脳会議はまず太平に対する黙祷という幕開けで、始まり、海の向こうで、衆参同日選挙の結果与党自民党が対象したことが伝わると、翌日の全体会議では留守中にもかかわらず無事、再選を果たした。 竹下昇大蔵大臣と佐々木通産大臣が祝福を受けるという異例ずくめの展開となった。サミットに参加した首脳は以下の通りワールドエコノミックアウトルックデータベースオクトーバー2016エディショングロスドメスティックプロダクトカレントプライス US ダラーズモーファリストオブサミットミーティングス外務省2013年12月8日閲覧 ありがとうございます。